さあ、ということで、今、ホテルに帰ってきましたけども、京セラドームで行われた、ね、えー、オリックス対ヤクルト日本シリーズ第4戦。なんと、1対0で、オリックスの日本シリーズ8勝利これで、ヤクルト2勝、オリックス1勝で1分けっていうね、えー、ところになりましたけども、今日ね、 万が一オリックスが負けたリーチっていうところになっただけにね、気合のもうトーナメントのような、もう明日のことは考えないっていうようなね、試、え、合、ー、展開、えー、選手起用のようにね、オリックスは言いましたけども、えー、今日は日本放送でささき解説しましたけども、えー、京セラドーム周辺は大渋滞というところでね、ようやく、えー、ホテルに帰ってきましたけども、着替えることもなく総チェックやっていきましょう <laughs> ということでね、結果的に一、えー、対でまあ戦前の予想でね、えー 1>, 1対0でのロースコアになるとは想像できなかったですね。まあ昨日ね、ヤクルトが7点取ってるっていうところもあったしね。まあ4対3とかそんなぐらいの接戦は接戦だけど、それぐらいのね、えー、展開かなっていうね、えー、ところに見えましたけども、なんとね、結果から言えば1対0でね、えー、オリックスの勝利になりましたけども、今日の先発ね、えー、ヤクルト石川、そしてオリックス山岡っていうところになりましたけど、ヤクルト石川ね、5回88球、2安で四4三振、4四球、1デッドボール1、1失点 五四九、五四四九っていうところでね、でしたけど、もうなんとかね、一失点でね、よく踏ん張ったっていう。どうなんだろうね。俺の見方としては、調子はそんな悪くなかったと思うのよ。結構きっちり投げきれてたからね。だから、良かったがあまりに狙いすぎたっていうところがね、まあ狙えたっていう表現の方が正しいけどね。それでちょっとね、ボールになったかな。まああとはやっぱ警戒してるっていうね。まあ味方が点取ってくれてないんでね、そこ警戒してるっていうところもね、 あったけども、でも、そのね、一失点でね、あの、抑えたっていうね、だから、おり、石川のピッチングではね、えー、オリックスはね、え、初回、佐野はね、レフトへツーベース、この二塁だね、えー、まあ、交流戦で石川打ってるっていうところとね、まあ、福高ノーヒットっていうところの起爆剤でね、一番佐野、いきなりね、チェンジアップを引っ張り込んで、三塁戦、ツーベース。でね、で、これ胸、ね、三振。あれも最悪、三塁だ。ま、あ三塁、多分ね、三塁だ、打とうとしてる感じは見えた。でも、それね、がっついたアウトコースのスライダー、ワンパー振っちゃってね、三振。これ痛い。 で、その後ね、長が、えー、ライトフライ。で、吉田正尚フォアボール。で、トングをフォアボールでね、ツーアウト満塁になるんだけども、杉本ね、変化球変化球で追い込まれて、最後インコースストレートね、振り遅れるっていうね、ところでこの三振。だからチャンスはね、作ってんだけども、 この三振っていうところはね、杉本言いたかったね。まあ、その後ヒット打つんだけどね。まあ、ここもね、最後132キロストレート振り遅れるっていうね。ここがね、石川の真骨頂よ。やっぱ遅いダメセでンカーストレート、シカストレートっていうね、ところで緩急つけて132キロだけども、振り遅れさせるっていう投球ですね。2回の裏、ね、ワンアウト取ってから若槻フォアボール、太田フォアボールここでもフォアボール連発して、で、佐野がね、え、先ーぐらい。で、胸セカンドゴールと、ここもチャンスメイクして1点も取れずっていうね。 で、3回、先頭ね、長川デッドボール。吉田セカンドゴロ。で、こう、トングえサードゴロっていうね。で、ワンアウト2塁からね、杉本が、こう、チェンジアップね、真ん中角間に唯一浮いてきたやつをね、なんとか仕留めて、やっと先制サイニング連続得点圏にランナーを進めて、チャンスメイクする中で、一本も出ない中ね、杉本、ナイスイットこれ本当に打ってなかったらどうなってたんやろうっていうね。で、4回裏ね、三者凡退。で、えー、5回裏も、えー、ワンアウトからね、長川のショートゴロ、長岡がね、うせに当ててね、ゴロ。 ファンブレーラで、その後と吉田をね、463ダブルベル。吉田にもね、インコース見せて外っていうね、この配球ね、非常に良かった。で、5回ね、まあ1失点でまとめて、まあ支持球多かったけどね、調子自体は悪くなかったとも、やっぱ狙いすぎたっていうところも、でも狙えたっていうね。 何回も言うけど、あるところでね、毎回ピンチっていうところはあったけども、まあ石川としてはね、まあ、踏ん張った、よく踏ん張ったね、ピッチング内容だったと思います。続いてね、オリックス先発山岡ね、4回3分でィ70球、5安打1三振2四えー、無失点とね、まあこちらも踏ん張ったけど、いや、ストライクボールはっきりしすぎてたね、なんとか踏ん張って緩急つけながらね、抑えたから、序盤変化球空振りなかったからね、まあ中盤以降ね、やっと空振り奪えたかなっていうところでね、ヤクルトの攻撃をね、初回。 正味センター前ヒット。で、山崎ね、えー、コーダーの送りバンドを、ちょっとハーフフライになってね、あれ取ってたら正味スタート取って、切ってなかったからね、セカンド絶対アウトになれるところなぜか素手で、あれグラブでいかなきゃ、なぜか素手でジャックしてファンブル。で、えー、山崎もね、バッターランナーもセーフっていうところでノーアウト一瞬で、いやーこれ流れ悪いな、これで、山田。 村上、オスナ、クリーンナップ、山田をね、もう3番に戻してっていうところもあるけども、ここで山田がね、初級のアウトコース、えー、ストレートをね、サードファウルで、これラッキーだったね。で、村上、ね、えー、最後チェンジアップね、これフォアボールあるぞっていうところでね、なんとか最後チェンジアップ、アウトコース、一か月ずつでセカンドゴロね。で、オスナの時に、これね、2ーボールからアウトコース、ストレートね、引っ張って、いや、打った瞬間、左右間抜けたと思ったけどね、紅林取って深い位置からね、ワンパー送球でアウト、この紅林、グップレイ。 あれも抜けてた終わってたよ。こういったところをね、なんとかれば守備で盛り上げてね。このプレーね、今日の中でのね、まあ、杉本のフットも大きいけども、多分ね、この、前半はね、この初回のこれ、紅林のオスんの打球ね、三遊間。これがね、一番のキーポイントだったね。これなんとかね、無失点で抑えて、えー、二回もね、先頭は大きい、チェンジアップね、崩れながらもライト前ヒット打つけども、サンタラ、で、中村ダブルプレーっていうね。で、えー、三回の表もツーアウトから、山崎、山田ね、連続フォアボール。で、ここでね、村上が、 最後ね、三振っていうね。ヤクルトもチャンス作るんだね。だから、オリックスもヤクルトももうチャンスメイクばっかり、毎回。多分ね、4回だけだともう、あの、得点圏にね、ランナー行かなかったの。でも4回もね、えー、先頭オスナがレフト前ヒット。で、これ後と4、や、おがね、青木が463ダブルプレイ。で、サンタナンがセンター前ヒットで中村アウトっていうね。まあ、ヒット2本打たれてるんだけども、これ4回だけ得点圏ね、えー、両チーム表裏行かなかったけど、他のイニング、全部、どちらかが得点圏に行って、もうほんとね、チキンレースよ。気よったら終わりだで、ね、みたいなね。 もう、ふんばるだけ終わりやで、みたいなね。えー、ところのもう、チキンレースを切り切りの戦いの中でね、えー、やりきったかなと。もう、オリックスの勝負ではもう、中島監督の、中島イリュージもうね、勝負がけ、トーナメントのようなね、5回表、長岡アウトにとって、塩見ね。あ、伸びたね。俺、フェンス前ぐらいでアウトかなと思ったけど、ぐんぐん伸びて、もうあとこれぐらいでね、センターバックスクリーンホームなんかっていうところのね、スリーベース。でも、このスリーベースもよ、ライト、杉本、センター浅野の引われついでジャンプするやん。 バックアップよこうだからこうなってんじゃん。こう球場こうなってるわけ。 でね、こういう風に当たったら、こっちに跳ね返るじゃん。そういうのに、こっち側にバックアップカバーしてってね。あれもうちょっとこの直角にあの打球の角度、しかも本拠地なんだからね。どういう風に当たったらどっちにバウンドするってわかるやん。それもしね、うまくバックアップできてれば、セカンド止まってたのよ。あのちょっとバックアップ中途半端だったぎ、ね、杉本。やっぱカバーバックアップが好きな俺としては、ちょっと納得いかないね。で、スリーベースになって、ワンアウト三塁。いやこれも同点やろうと思ったら、ここで思い切って、ね、バッター山崎幸太郎の時に、裏側に。 チェンジ。もうこの、見て、山岡ね、どっちかっていうと、これまでのピッチングも、まあ、村上三振取ったけど、全体的には打たせて取る。まあ、バットに当てさせてなんとかするっていうところのね、ピッチングだっただけに、塩見サードランダー当てられたら一点入っちゃうっていうね、えー、ところでもう宇田川で三振取りに行くぞっていうメッセージね、もう今日勝つぞっていうね、で、その中で、山崎だ太郎ね、最後フォークボールね、ナイスピッチングで三振取って、で、山田はね、最後高めのね、フォークボールから落ちてね、反応しきれず三振、見事宇田川っていうね、 さすが、フレッシュオールスターでいいと思っただけあるね。シンデレラボーイ。一年前は、育成契約で入るかどうか、入団するかどうか迷って、思い切って入団して、一年後には、なんと試合感になって日本シリーズに投げてる、ジャパニーズドリーム。これは本当勝負手だったね。早めの系統。でもここね、買いまたぎするやろうっていうところで、6回ね、買いまたぎして、先頭村上フォアボール。いや、これきついなっていうところで、オスラの時にね、冒頭、まあ若月止めたけどね、大きく弾いてセカンドに行って、 で、オスナがきっちりセカンドゴロ、あれ、素晴らしかったね。もう、や、村上がセカンド行ったと思ったら、もうね、今まで引っ張ってたのに、それやめてね、コツンと簡単にセカンドゴロルって進塁だね。ああいうところ、オスナ素晴らしい。全力疾走ともにね、本当にいい見本になる外国人選手だけどね。ああいったところをね、スケッの選手が、外国人選手がやってくれると、これも一気に来てね、これ得点かなっていうところで、で、青木ね。 フォアボール。で、ここでね、ダイソー丸山出すのよ。だから村上の時と同じように、ちょっとでもフォークボール行って弾いたらセカンド狙いよっていうね、でもセカンド行ったら一気に逆転あるぞっていう高津監督も動いて、そこでサンタがね、ストレート、ストレートで追い込んで、だからフォーク行きづらいね、まだ弾いたら、でもストレートも力ある。で、最後フォークボールね、ワンパンしないね、ナイスボールを宇田川が投げて、その時ね、 マリア走るんだけどね。若槻投げれないで、盗塁成功っていうね。ところで、このね、ツーストライクから走ったマリアの盗塁も素晴らしい。タイミングバッチリだったね。あの盗塁をね、しかもツーアウトから、ツーストライクからね、ひょっとしたら高め外すかもわかんないから、ひょっとしたらね、若槻が構えてるとこ見て、あ、高めはないと思ってね、走ったのかもわかんないけども、非常にね、素晴らしい投塁。ツーアウト2、三塁になって、でここでね、えー、中村が三振っていうね、宇田川踏ん張るっていう、ここもノーヒットで、 二三塁のピンチ作ってるからね。もうほんと劇場型っていうね。でもこのね、ここで勢いづいて、7回から山崎総一を出てきてね、長岡潮見、山崎光太郎をね、三者連続三振。いやー、これどうすんのやろ ?8 回ワゲスパックで9回阿部かなと思ったら、なんと8回も買いまたぎで投げてきて、山田村上大さんとね、3、4、5の一番厳しいクリーンナップをね、しっかり抑えて、で、9回は、誰かな阿部かなと思ったらワゲスパック。日替わり守護士、先頭、丸山が、レフトへ続けーす。 この前、同点だって延長やで、と思いながら。しかも、平野、阿、え、部、ー、山崎と9回投げて、それ三3、3者全てが失点したらよ。もう終わっちゃうよ。この流れ。と思いながら見てたら、その後ね、サンタナ三振。これが生きたね。この三振で一気に流れが変わった。ここがね、器用さ違うけどね、新塁だとかでもね、打ってればっていうところだけど三振。で、中村に対して代々宮本。三振。最後高めのストレートね、バット止まらず。でね、ここで内山。 これ、内ちまだタイムリーで持ったも MVP やろうと、再現なるかっていうね、レフトスタンドめっちゃ湧いた。ね。その中で最後、キャッチャーファールフライ。さすがに初球はね、変化球から入ったけども。で、ゲームセットというところで、オリックスはね、ヒット3本。で、ヤクルトはヒット6本っていうね、えー、ロースコアの中。しかしね、えー、両チーム、えー、フォアボールはね、ヤクルトが指示球8。で、オリックスが4っていうね、えー、ところで、まあ、1対0ね、本当に緊迫した勝負だったけども、オリックスもね、6回以降、まあね、 木沢に抑えられて、で、7回もね、えー、1アウトから大高センター前ヒット打って、ね、1アウト1塁からね、3の送りバントするけども、胸がね、えー、三振、ね。で、8回はね、えー、1アウトから今野に代わって、吉田、トングーとね、8球粘って、トングは7球粘ってね、なんとかフォアボールで出塁するけども、杉本がね、えー、センターフライ。で、紅林もフォアボールないけども、2アウト満塁で、ね、若槻三振と、ここのね、今野もね、踏ん張るっていうね、 だからどちらに勝ってもね、おかしくなかった。本当にもう前、多分見てるファンの人も緊張感すごかったんじゃないマイニングね。もうどっちに点が入るかっていうね、これ一本出たら終わるぞっていうようなね。 本当に緊迫した、え、試合でしたけども。だからもう、明日、オリックスリリーフどうするんだろうね。さすがに宇田川山崎総一郎は使えないでしょ。30球ね。2イニング以上投げてるからね。そうなってきたらまた日賀とかね。今日メンバー入ってなかったら。もう阿部とかね。やり返すチャンスだね。とかってもう行くしかないね。あとはもう田島に長いイニングね。投げてもらうしかない。ヤクルトはね、今日、あまあ昨日もそうだし、今日のリリーフもね、木沢昆野っていうところでね。まだ清水とかね。えー、田口、ね。 え、んで、マルカフもそうだけども、まあ、勝ち投手のね、ピッチャーまだ使ってないっていうところではね、余裕あるなっていうね。で、明日は田島、そして山下ドラフト1位ね、の日本シリーズ登板っていうね、どういう展開になってくるのかね、オリックスが勝ってタイに持ち込むのかね、ヤクルトが勝ってリーチをかけるのか、まあ、どういう展開なんだろうね、今日の展開もこんなもう分からんかったけどね、一対0になるとはね。 でもこれでね、併善、えー、面白くなったと思います。9回ね、ワゲスパックの高等がね、一番、どうせどうもね、今日オリックスファンの皆さん湧いたんじゃないのかなっていうね。もう明日のことは考えられないね。今日絶対勝つっていうのはね、配球、えー、采配がね、えー、構想して、しかもね、宇田川ね、山崎総長、素晴らしいピッチングだったと思います。でもまだね、オリックスにはホームラン1本っていうのがね、出てないから、ここでホームランバシーって誰か打ったらね、流れ変わるんだけど、そこがね、どうなるのかっていうね。 それではもう皆さん、装着終わりですね。ここ、お茶あります。ホテルに付いてるティーパックです。飲みましょう。チャイ、ハチミツ入りです。もう疲れました。声も回んないよ。うーん。美味しい。ごちそうさまでした。